こんにちは。うす。今日は1月7日の深夜に放送された3番組の話をしていくよ。今年のスタートは、乃木中は去年の忘年会、そこ作はジャージ、ひな愛はジャージのスタートです。晴れ着がない、と思ったけど、制服もなかった。そして斉藤京子が卒業を発表しました。ちょっとまだ整理がついていません。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。最初は乃木坂工事中、ね。3期生の忘年会、ね。真っ昼間のスタートみたいです。カーテンから日差しが漏れてます。じゃあ、とりあえず暴走するね。え？あ、うん。今週は玉ちゃんのターン。あ、坂口玉美のことだけ喋るのね。推しの話は楽しいよね。まずは人気者で旅行のスペシャル番組でサプライズ登場した坂口玉美から。芸能人格付けチェックね。芸能人格付けチェックが昔レギュラー放送していた人気者で行こうって番組の一企画だったって話ね。そのスペシャル番組の仕掛け人として坂口玉美が仮面をかぶって社交ダンスを踊ったって話ね。乃木坂46のメンバーだけは騙したかったらしい。テレビアーで見たけどドレスもあって大人っぽかったね。色っぽかったよ。回答者になったのは柿春香と井上凪。同期の梅沢みなみと与田祐希はバレると考えたかな？そんな心配は全く必要なく、与田祐希は崩れ落ちてたね。さて忘年会の話。推しの坂口玉美の話。推しなんだけどさ、坂口玉美って勢いの子だと思ってたんだよね。それとギャル。あんた、ギャルを刹那主義の生物だと思ってるだろ。うぷ主が通ってきた道の外側にいるから理解しづらいのかもしれないけど、ギャルもその人それぞれよ。ギャルは自質が物で溢れていて、部屋中を引っかき回して、その日に着る服を引っ張り出すイメージがあってさ。ベッドの上の服が溢れていて、小さなスペースで寝ているイメージね。はっきりとしたイメージがあったわけじゃないんだけど、勢いで走るギャルは整理整頓は苦手かなと思ってたのよ。そしたら玉口坂美。じゃないや、坂口玉美は自分の身もの周りのことをきっちり管理できるそうです。やっと今週の話に帰ってきた。今週ずっと坂口玉美が褒められてたよね。恋人にしたいメンバーも2位だったね。女の子らしくて上品は最高の褒め言葉だね。ちゃんとしているから彼女にしたいとのこと。1位の与田祐希との対比が面白かった。女性として人間としてしっかりしているから彼女にしたくなる坂口玉美と、マラクでだらしなくしてたら一緒にダラダラしてくれそうだから彼女にしたい与田祐希。どちらも人としての本音だね。しっかりしている歴というか証拠というか、時間を守ることは全員納得の一着でした。ひょっとしたら10代の頃にギャルで、成人を迎えてしっかりした大人になってきたってことなのかもしれないけど、ダンスではメンバーや運営から一目置かれて頼りにされてるし、昔から真面目にやらなくちゃいけないことはちゃんと取り組んできたんだろうね。じゃ次は乃木坂工事中のベストショット、ね。霊夢、このキャプチャとそこ作とひな愛はやっといてもらっていい？あん、推しのことを好きなように話したら、今週分はもう気が済んじゃった。じゃ次は乃木坂工事中のベストショット、ね。はい、やります。吉田綾乃クリスティ、かわいい。ちょうど良い色。久保しおり、真っ白。吉田綾乃クリスティはさすがの大人力です。綺麗で、その中に可愛さがあります。無地のトレーナーをちゃんと着こなしてるよね。なんで乃木中に吉田綾乃クリスティは出てこないのかねー。向井葉月がエロ発言に取れることを言って皆の頭の中が真っピンクになったところね。アイドルとして、女性として、テレビに映る人としてこの話でにやけちゃいけない気がするけどにやけちゃう。ワイプの中でもみんながにやけてます。向井葉月が言いたかったのは、頭ポンポンの後に髪を触られたかったそうです。動画の最後に久保しおりが真っ白でした。梅沢みなみの血色がいい分、真っ白に見える。久保しおりだけ強い照明が当たってるように見えないし、大きく首を振っても全体的に真っ白だし、本当に真っ白なんだろうな。なお、強い照明を当てると人はこんな感じになります。顔の影になっている首も真っ白なんだから真っ白なんだと思うよ。紅白歌合戦の乃木坂46はどうだったの？紅白のカメラワークよりもカウントダウンテレビのカメラワークの方が好きです。紅白出場は韓国のアイドルを売り出すのに使われたような気がする。特に夜遊びのアイドルのところ。乃木坂46の中では立ち位置的に柿春香と弓木奈緒が一番目に入ったね。乃木坂46たちの前にいる韓国のアイドルさんたちの隙間から見えたのがその二人だったって感じだよね。なんで韓国のアイドルさんたちが前なのかね。紅白ってのは日本の風物詩的な番組じゃないのかね。それ言っちゃうと、夜遊びのアイドルに出てきたアイドルたちが邪魔だったって声もあるし、ポジション遠くにしかならないかな。
あんな扱いだったら出なくてもいいのかなって気もするな。メンバーのご親族が喜ぶなら出てもいいのかもしれないけどさ。関係なくなりますが、YOASOBIのアイドルは、アニメ推しのこの声優さんたちが歌ってるもんだと思ってました。それほどアニメに特化した歌詞になってると思ったのよ。それと歌詞を聞いていたら、斉藤飛鳥のことかと思いました。ちょっと心湧いてないところとか、アイドルの推し活動をしている人は、みんな自分が応援しているアイドルのことを歌ってると思うのかもね。46分テレビで今年のバスラが発表されました。4日間の公演をかけて乃木坂46の歴史をたどるとのこと。すべての公演の瀬取りが変わります。昔のバスラって数日の公演の内容がすべて違ったよね。私はアイドルのライブを乃木坂46のバスラから入ったから、そういったものだと思ってたよ。次にアンダラに行った時に1日目2日目と同じ瀬取りだったのに驚いたけど、それが普通なんだね。あんたが狙っているのはいつ？1日目、渋谷ブルースがパフォーマンスされることを望みます。白石麻衣に心酔している梅沢みなみと君に叱られたで高山和美から王冠を受け取った柿春か。ギターはオリジナルの二人の伴奏をしたことある向井葉月とストリートライブをやったことある奥田いろはで。こいつの中ではもう絵図が出来上がってるのか。次はそこ曲がったら、桜坂？ね。クール VS ブリッコ新春、チーム対抗バトル、前半、ね。ブリッコができるメンバーとそれ以外のメンバーかなと思ったんだけど、よく考えると年女をリーダーにした年明け恒例のチームバトルだね。古くは菅井優香と渡辺里香がリーダーでチーム対決をやってた気がする。うまく切り替えができてない田村ほのが自分がブリッコチームになっていることに納得してない顔をして、松田里奈の声や竹本結衣のタッチで、カメラの前での自分の役割を思い出してブリッコを始めました。頭を振って鈴鳴らしてたのが可愛かったね。まっすぐなブリッコじゃないかもしれないけど、田村ほのはブリッコだよね。夢見るプリンセスだし、自分をプーさんと言い切ってるし。最初はブリッコ一言選手権です。あれ？一言だったんだね。連撃だったけどね。澤部優を出れさせるって対決だけど、笑いしか出てなかったね。途中からハードルを下げてたよ。澤部優におねだりした時に出れさせたあの一撃必殺はなかなかできないよね。小池美奈、元気にしてるかな？企画とゲームが分かっていたのが、竹本結衣と山崎天。少しそれますが、山崎天のひどいプー、ってどっかで見たなぁと思ってたんですが、影山優香でした。で自分に求められているものを理解して、ちょうどいいラインを攻めてきたのが小田クラレナ。その前だけの石森理香が宇宙旅行を欲しがるという非現実的な規模のことを言ってきたので、小田クラレナは金額的に上触れても下振れしても笑えないところでしたが、ぴったりでした。お金持ちならそういうプレゼントもありかな、と現実的にありえそうな天井のギリギリのラインでした。面白かった。次の対決は維新伝心、エスチャーゲームです。神様のイエス、が思い出されます。あの時、ケヤ掛けにはしばらく出てなくて、ひな壇で見てたゲームを自分もやりたくなって手を挙げたんだよね。久しぶりに生き生きした平手ゆり菜を見れて嬉しかったのを覚えてる。さて今回の話。普通は正確に書けば、相手が受け取る、だけど、大園霊の相手が受け取りやすいように正確に書く、という、新卒の社会人が最初にぶつかる壁を越えたようなことをしてました。森アレナが書いて松田里奈がわからなかった花火だけど、森アレナは花火を正確に書いてるわけさ。あれが正確？まあいいや、大園霊なら、花火が上がっている風景を思い出して小さく花火を描いて、他の風景を描いたんじゃないかな。花火を描いているって知ってるからあんたの絵はわかるけど、下手すぎてわからないかもよ。まあ、そんなことはどうでもよく、谷口愛理が頑張ってたね。正解したら、ブリッコをして後ろに回ったよ。次の時になかなか答えられなくてさ、最初のをパスして次のを答えられた時にワイプからはみ出るようなジャンプして喜んでたよ。あんた、そろそろ谷口愛理が推しだと認めなさいね。次はそこ曲がったら、桜坂？のベストショット、ね。大賞かわいい。立ち上がった田村ほのにつられて立ち上がる谷口愛理。一回一回マジックの蓋を閉める大園霊。大賞は神田エドギンさんの方です。目が飛び出るほど高いんだろうなと思ったらそうでもなかった。近所のサラリーマンさんがランチに入れる価格帯だね。今週のお店はテレビ効果で忙しかったんじゃない？お茶目な方っぽいから、かしこまりました音符、って言ってくれるかもしれないね。今の大賞のリアクションに、思わず立ち上がった田村ほのにつられて隣にいた谷口愛理も立ち上がりました。うん、かわいい。頑張ってる。それはさっき聞いた。あんたの推しは谷口愛理に決定だ。エスチャーゲームで書き終わるたびに大園霊はマジックの蓋を閉めてたのね。育ちいいなーって。
レイちゃん、達筆のイメージあるから道具を丁寧に扱うことが無意識レベルまで体に染み込んでいるのかもね。ちょっと調べましたが大園レイの書道については何も出てきませんでした。紅白歌合戦の桜坂46はどうだったの？あんな扱いだったら出なくてもいいのかなって気もするな。メンバーのご親族が喜ぶなら出てもいいのかもしれないけどさ。乃木中のキャプチャで同じこと言ってたよ。韓国のアイドルさんだけ出すわけにもいかないから、日本のアイドルも出した感じ。オープニングアクトといえば聞こえがいいけど、新しい学校のリーダーズは、演者が後ろでわちゃわちゃしている中で歌ってたし。韓国のアイドルさんは前振りなり後振りなりあったんだけど、赤組が2曲連続でパフォーマンスする2曲目が桜坂46でさ、前振りも後振りもなくパフォーマンスだけして終わっちゃったんだよな。かっこいいとも言えるのかな？トークなんか必要なくて自分たちのパフォーマンスだけ見せつけて帰るなんて、そういった考え方もあるのかな。私には、韓国のアイドルさんをたくさん出したいけど、日本のアイドルを出さないわけにもいかないから数合わせで出しただけで存在に扱われた気になってしまったよ。あんな扱いなら、オタとしては紅白出場に価値を感じなくなっちゃうよ。メンバーのご高齢のご親族さんに活躍を届けるってことなら大きく意味合いを持つだろうけどさ。あ、それとその後のカウントダウンテレビの桜月の方がカメラワーク良かったよ。次は日向坂で会いましょう、ね。軍団対抗ドラゴンガールバトル、ね。二部あかりが復帰しました。お帰りなさい。お帰りなさいだね。元気で何よりです。髪を切ってすっかり大人の女性ですね。二部ジェルを使ったポニーテールはしばらくないかな？最初は誰よりも高く飛べ竜巻旋風脚選手権、です。高いところにあるボールを走っていってキックです。回し蹴りである必要がないみたいです。今回は王道が気持ちよかった。勢いよく走ってきて、思いっきり蹴ったメンバーが良かった。石塚玉木、富田鈴香、三津キック。いけると念じ続ける森本マリー。そして、佐々木美玲の新しい口癖かな？プライベートでの口癖が出ちゃったのかな？他には20センチ下がったことにちょっとショックを受けている東村芽衣とかね。東村芽衣はどうしても踏み切りのタイミングが合わなかったね。ちょっと思ったのが、加藤志保と藤島加穂の蹴りの違い。一期生と四期生っていうバックボーンを知っているからそう思っただけなのかもしれないけどさ。どっちもかっこよく蹴ってるじゃん。加藤志保の動きが洗練されてるんだよね。動きに慣れてて、走ってきて溜めたパワーを一直線にボールにぶつけてる感じがする。藤島加穂はがむしゃらに体を動かして、パワーのベクトルがあっちこっちに行きながらも強いパワーをボールにぶつけてる。加藤志保の方が綺麗なんだね。見てて気持ちよかったと。いや、藤島加穂の方が見てて元気が出た。最近さ、やっと新人の躍動感、ってのが分かってきたんだよね。昔は活動期間が長かろうが短かろうが、同じ振りで同じパフォーマンスしてるんだから私が受けるものも同じだと思ってた。でも加藤志保のキックと藤島加穂のキックからは違うものを感じたのね。藤島加穂の勢いこそが、日向坂46がデビューした時に最初に私が求めたものかなと。加藤志保は変わっちゃった？変わったんじゃなくて、レベルが上がった。体の使い方が分かってスマートになった。力の流し方や使い方が目的地に一直線になった。藤島加穂は力の使い方に慣れてないから、四方八方に放射状に放つことになる。加藤志保は力の使い方が分かっているから、目的に対して集約して集中しているってことかな？で、あんたは無意味に放射状に放たれる力に惹かれてるのね。それを若さ、とか子供の元気さ、とかおっさんが失ったもの、っていうのかもしれないけどね。気配切りでは事件が起こりました。佐々木美玲こと最強剣士が出なかったこと？最強剣士が目隠ししてヌンチャク振り回したら、本人含めてマジの負傷者が出そう。まあそれは加藤志保にも言えることだったりするけど、でもそこじゃない。上村ひなのと宮地すみれが別仕事に行ったってことさ。収録中にそんなことあるの？ひょっとしたらこれかな？ NHK ラジオのアフタートークらしいよ。着替えることもなく楽屋で録音したのかな？ひな愛用の VTR オードリーがヒルナンデスの楽屋でよく撮ってたみたいだけど、それでも収録中に抜けて収録ってありなの？二人が相当忙しくてこの時間しかタイミングが取れなかったのかもね。なお、X のポストにある YouTube の URL は非公開です。何かあったのかな？ゲームとしては神の匂いを嗅ぎ取った加藤志保の圧勝でした。春日俊明がうまく回避してたから、もう一度やるなら外からのアシスタント OK か若林正康がブザー的なものを持った方がいいかもね。次は日向坂で会いましょう、のベストショットね。真正の川田ひなと高橋美久に、ひなのさん、頑張ってください。言っていることが適当で子供なのに横顔が最強に綺麗な川田ひな。
スタジオに戻りたい春日と千秋に、一緒にいたか渡日向と高橋美邦が寂しがります。テロップになってなかったけど、高橋美邦の方かな？寂しい。なあ、って言ったんだよ。戦略とかバラエティをやっているとか分かっていてもあれに勝てる男はいねえ。春日と千秋もあっさり陥落しました。ところで本人たちが認識している通り、春日と千秋は二分明かりから推し変したみたいですね。昔は二分明かりに対してあんな対応じゃなかったと思う。多分変更先は川田ひなでしょう。上村ひなのは走ってるだけじゃん。ひなのさん、頑張ってください。4期生からの声援がどうしたよ。ひなのもちゃんと先輩になってるんだなって。さん付けで敬語を使われてるよ。上村ひなのさん、来年は成人式です。川田ひなは綺麗になったね。桜坂46の2期生たちに限ってると言われているだけはある。ひな愛を見ていると、見た目はレジ、中身は子供。だけどね、メンバーが食べるカニを作業中に食べちゃったのを、作業してた3人が仲良しだから OK だとでも言いたいような。理屈は子供だね。斉藤京子が堂本剛と結婚するために日向坂46を卒業するそうです。それでも元カナ子がももクロに加入するんだっけ？同時に入ってきたニュースと混乱しすぎだ。堂本剛と結婚するのはももクロの元カナ子。斉藤京子は日向坂46からの卒業です。斉藤京子の卒業はノーマークだったので驚きました。斉藤京子ってさ、何でもできるってわけじゃないけど、何にでも臆せずに挑戦するんだよね。歌に特化している人かと思いきやそうでもないんだよね。演技してみたり、ラジオしてみたり、トーク番組を持ってみたり、ぶりっ子を始めてみたり、特に演技に挑戦するメンバーは坂道の OG 含めても多くないしさ、いただいた話は全部やってるのかもしれない。やってから、自分の肌に合うかどうかを判断してる感じあるよね。日向坂46を出てでもやりたいことができたのか、日向坂46の歌の屋台骨の加藤志保との最強コンビが聞けなくなってしまうのが寂しい。それに、マリサ、もうちょっと整理してから話そうか。まだ混乱してるね、私。ひとまず今回は締めよう。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。